うございます。お食事をお持ちしました。ドクター、お食事をお持ちしましたが。ドクター、どうかされましたか。失礼します。おはようございます。今日は雨が降ってますね。珍しいです。この辺りはめったに雨が降らないので。乾燥してるせいで慣れないうちは大変でした。そうですね、化粧品もこっちに合わせて買いましたから。何でしょう。それぐらいは気を使いますよ。でも気がついていただけたのは嬉しいですね。ジェーンと何かあったんですか？なんとなく思っただけです。お気になさらないでください。ドクターはアリッサのムスクがお好きなんですね。お食事の支度をいたします。お待たせしました。今日の朝食はラザニアをメインにお召し上がりください。ご機嫌だから。ねえねえ、聞こうと思ってたんだけど。日本ってさ、電車に運転手さんが乗ってないんだよね。みんなコンピューターが動かしてるって本当？
んだ。つまんないの。日本なんだからケチケチしないで空ぐらい飛んだっていいのにね。私のお父さんも古い車持ってるけど、もう使い古してボロボロ。3台。どうしたの？ここではみんな乗ってるもん。じゃあドクター、私お掃除の続きするね。
スペインの雨は主に平野に降る。聞いたことはないかね。なぜそういう気候になるのか、ドクターはお分かりか？地中海のせいだよ。この広大な内海はともかく雨が少ない。つまりだな、ギリシャのパルテノン神殿もかつては豊かな緑に囲まれていたわけで、沿岸から緑が失われた理由としてローマ帝国が伐採しすぎたとも言われておるが、それはあくまでも俗説で、まあ要するに地中海にありながら内陸のような森が残っていること自体、この島の特殊な環境を、ドクター何か考え事に夢中になっておられるようだが、そうか。では私の話したことを覚えておるかね。地中海は極めて豊かな漁場である。いやかないんか。私とてテレビショーぐらいは見るぞ。少しお遊びをしようではないか。ではさっきの回答を聞こうかの。その通りだ。素晴らしい。ドクターはなかなかの博学でおられる。ではこの調子で第二問へと行こうかの。
誰？ディアナ帰ったの？お風呂入る？ああ、逃げちゃった。なんだ、今の音は。受けましょう。罪深い哀れな子羊、あなたの懺悔を受けましょう。さあ、祭壇の前。懺悔は神の前でお受けします。さあ、参りましょう。